気象予報士解説台風14号今後の進路は雨の見通しは台風14号は12日から13日にかけて沖縄県の八重山地方に近づく見込みで猛烈な風が吹く恐れがあります台風のその後の進路には幅がありますが九州など西日本に近づく可能性があり16日頃にかけて大雨になる恐れがあります今後の進路や雨の見通しについて 片山美希、気象予報士の解説です。